市場を通じて二酸化炭素削減を目指します。経済産業省は今日、企業が二酸化炭素の排出量を市場を通じて取引する実証実験を東京証券取引所で始めました。実験にはおよそ150社が参加し、再生可能エネルギーの導入や植林などで二酸化炭素の排出を削減できた企業に対して、国が発行する J クレジットを売り買いします。削減できなかった企業がクレジットを購入すれば、排出量を減らしたことになります。二酸化炭素の排出量取引は、これまでは売り手と買い手で価格を決める相対取引で行われていましたが、価格が公開される市場取引にすることで取引の活性化を狙います。